香港チャンネル。はい、質問が来ております。LINE、ヤフー不正アクセス被害で個人情報が44万件流出かというところでございます。香港さん、このことについてどう思われますかというところで、ね、11月ですよね。前もあったんちゃいます？8月ぐらいにね、この情報が漏れたというところで、だから高橋陽一先生は LINE はしてないというところで、なんで、すんねんというのをよくおっしゃってまして、私はね、ちょっと一部本当にちゃっちゃっていう連絡だけで、あとはもう何も情報とかそういうのも電話番号とかもしてない人はね、もうメールで、ね、この住所とか例えば口座とかね、そんなバッて書いてくる人いてるんですけども、ほんで口座番号教えてくれとか言うんですけども、私はもうメールでとか、これを行政やね、国政府がまた使ってたら問題あるなとか思うんですけども、うん、ちょっとね、流行り病の時ですか、それは、LINE で保健所も使ってるっていうようなこともありまして、なんで使うんかなと思って、日本は日本でね、独自になんかアプリを作ったらええなとか思うんですけども、それもうまくいけへんかったというところで、しかしね、そのぐらいのことをね、やっぱり、デジタル庁がしっかりやらなかのちゃうかなとか思うところなんですけども、このね、不正アクセスかどうかははっきりは私は分かりませんよ。でも44万件でしょ、まあ40万件流出と書いてあるニュースとかありますけど、44万で、だいたい9000万人ですかが使ってるというようなところで、ほとんどですよね、日本人のほとんどが使ってるというところでございますけども、もうほんまにね、いろんな情報とかを乗っけたらあかんしっていうので、俺はもうね、もうみんながやってるっていうのでやらなあかんからやってるだけで、まあ大事なのはメールで、やらしてもらってますけども、何もわからんとやってる方々がおられますけども、そんな方々に対してマイナンバーとかね、あんなんはね反対するけど、こういうのとか、あとお店とかの登録会員とかなるときは全然、このね、ましてやペイペイとかもあるじゃないですか、そんなんをするときにはまあ無防備でそんなん思えへんねんね。なんかマイナンバーは反対するけど、マイナンバーを反対する方はこの LINE の問題とか、あとね、池袋のパスポートセンターであったじゃないですか、 C 国の女性が2000人ぐらいの情報を盗んだというところがこの間事件であったばかりです。だからそういうことに対してはね、このマイナンバー反対してる人とかなんかの方々は言わんなっていうところでございますけども、まあパスポートとかね、そういう戸籍とかの窓口に、ね、委託するっていうこと自体もね、おかしいなとか思うんですけども、まあね、LINE ね、ヤフーのサーバーですわね、サーバー攻撃を受け、 LINE アプリの利用者情報など40万件って書いてますが、44万件ですわね、可能性があると、情報が流出したと、大株主である韓国ネット大手ネイバーというね、一部の社員向けシステムを共通化し、同社が攻撃を受けたことで LINE、ヤフーのサーバーも不正アクセスを受けたと見られると書かれてますけれども、このヤフーと一緒になったっていうので、だから必要以上にね、まあ朝おはようとか、どこ行く、今から行くぐらいやったらええけどもね、なんかそれが政府
の方々、国会議員もやってるとかね、危機管理能力っていうのを、そんな方々はやっぱりね、セキュリティのことには反対する方なんでしょって。 LINE アプリっていうのはソフトバンクグループの LINE ヤフー株式会社が運営と開発すると書いてありますわ。日本のモバイルメッセンジャーアプリケーション、特に日本、台湾、タイ、インドネシアでシェアを持つと。スマートフォン、フューチャーフォン、タブレット、パソコン、スマートウォッチで使用可能、17言語に対応する、便利。ほんでね、観点がただ一つね、これ、一応無料やと思うんですよ。無料やから、せえへんっていう方もいてますしね、そこのところ考えていただいたらというところで、まあね、行政にかかる人はやらん方がええなとか思いますよ。そして、政府関係者とか、そういう方々、国会議員なんか、ね、ノリでやっとるんか知りまへんけども、なんかそういうことをやってた方がいけてるとか思ってるかも分からんけども、やっぱりあなたたちの情報っていうのは、誰が見てるか、誰が盗もうとしてるかということを常に考えじゃな あかんのちゃうかなと。もしくはそういうね、世界にはね、工作機関がいっぱいあるということを分かった上でやらなあかんと思いますよ。ただただ今回のこともね、マイナンバーに反対する人たちは本当に、これを問題にしないのっていうのが大きな疑問でございますわ。ね、44万件ですよ。すごい数ですよ。9000万人ですか、使ってるって言われてる。その割合としたらそうかも分からへんけども、本当に、これ年に1年に2回、8月この間あって11月どういうセキュリティをしてるのかなっていうところで、今後ね、本当に皆さん、ほんま挨拶とか、あとは暗号でね、 LINE を使ってはいかがなかと思うところでございますわ。まあそういうところでございますかね。私のね、答えは、このことに情報漏れっていうのは、まあ俺らレベルやったら大丈夫やと思うんですけども、俺はもう LINE は LINE で、知り合いだけしかやってない、そして、詳しいことは書かない、メールでやりますという方式でやっておりますから、まあそういうところ、それかもしくは電話でも喋るかね、はい、それか会って喋るかっていうところでございますので、情報抜かれないように、本当にマイナンバーは嫌 やけども LINE はやってるっていう、そういう方々、ね、ちょっと分かれ、本当にそういうところでございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。